おはようございます。今日はねちょっと画角が違う。お試しです。お試し。今日ね買ってきたのこれ見える？うなぎ、うなぎ買ってきたんでね、とりあえずすげえでかいうな丼を作りたいと思います。とりあえずもう今日は簡単。これねチンするだけなんで、とりあえずレンジにぶち込んでいきます。よし、レンジに投入。入るのこれ、大丈夫これ、温まる。はい、じゃあ今ねちょっとうなぎの方を温めてる間にご飯の方をねよそっていきたいと思います。これで足りるよね、大丈夫だよね。ご飯よそうぜ。よいしょ、まずこれご飯、一応お米の方はね、今回5合炊いた。5合、でもいつも家取りで5合炊くとちょっと多いんだよな。 100% よいしょ。そしたらとりあえずよいしょ、うなだれ、うなぎのタレ、これをね、いいよ、ご飯敷き詰める前に間にもタレをかけていきたいと思います。あーもううまそう。で上からまた残ったご飯、いいよ、はい、OK。でこの上から再度タレ、よし。これね今温めてきたうなぎをここにね持っていきたいと思います。今日買ったのは、まあ、見てもらうと分かるんだけど1個がさすげえちっちゃいじゃん。これなんかネットで調べたら訳あり商品みたいな、多分端っことかさ加工した時に残るやつとかを集めたやつを買ったんでね、意外に安かった。うん、味はどうなんだろうね。安いっつってもさ普通のチェーン店さんとかでも今もううな丼とかって結構ね安い金額だったりするからさ、まあ家の方がいいのか買った方がいいのか僕には分かりませんけど、いいやった、ほい、よっしゃー、こんな感じでございます。ほい、こんな感じ見える？あ、落ちた。今一応ねこんな感じでうなぎの方ね乗せ終わったんですけど、乗せ終わったんですけどってこれまたタレかけなきゃね。まずこれにタレをかける。あ、かけすぎたな。ちょっとこれだけじゃ寂しいじゃん見た目が。ちょっとアレンジをしていこうかなと思いまして。はい、置いてきまーす。今日は上の方にね、まあ卵をいってオムウナみたいなのを作ろうかと思います。で、6個で足りるかな。だからまあこれを普通に溶いて。はい、すごい黄身が、うん、よし、今日はこれバターで熱っ、やっていくよ。バターと、はい、もううまそう。もういいよ。いいよ、全然汚くて。はい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 。また、おい。タレ。最後、彩りに、パセリと。オッケー。はい。ちゅうことで、いいよ。見て、こんな感じ。できた。なんで、早速、向こうで食べていきたいと思います。はい。ってことで、今こんな感じで完成しました。めっちゃうまそう、見た目。150点でしょ、見た目は。ただ、卵をさ、入れたから、バターの香りがすごいして、なんだろう、うなぎではない気がするけど。まあ、早速ね、
最強のちょっとデブ飯をいただきましょうか。いただきます。もういっぺんにいっちゃおう、とりあえず。いやー、これ見てやばくない？早速いただきます。あ、これものすごくうまいぞ。うまっ。あり。まあもちろんこれ、なんつうんだろう、タレの味とかによってまたね、相性も全然違うとは思うんだけど、僕個人的にはめちゃめちゃあり。うまっ。これもさ、ほらネットで頼んだやつで、まあお店で正直ね、食べるやつとかよりは全然グレードが落ちると思うから、油とかねちょっと少ないんだけど、その分をこのね卵のやつがね補ってくれてるっていうか。うん、まあ、油が少ないねものであれば、まあ、こうやってちょっと工夫した方が美味しいかも。そのまま食うより僕は好き。うん、うん、まあ、でもうなぎって高級品だからさ、まあ、お店で頼むと2対1とかもっと少ないのかな、3対1ぐらい、これぐらいなのか、やっぱ少ないよね。うん、うなぎたくさんでうな丼食いて。今バターが多いとこ食ったけど、あんまり多すぎると合わないな。ちょっと違かった。程よくなんだね。うん、1本かけたけどタレ足んないな。お米が分厚いところは全然足んない。いいよ。今日はお茶。またかとお思いの方も多いと思いますけど、おが多いな。へい、中本汁物が欲しくて。今入れたばっかだからね、もうちょっとお待ちください。続きを。よいしょ。うん、うん、もういいかな。いいよ、いいよ。激辛オイルもちゃんと入れて。こんなん、はい、うまそうじゃないこれ。うなぎみたいに甘いもの食べてると余計辛いな。こんな辛かったっけこれ。もうまあまあお腹いっぱいですわ。いや、うん、うん、お腹いっぱい。うん、うん、はい、最後かき込んじゃう。ごちそうさまでした。ああ、お腹いっぱいだな。うん。でも久々にね、すごい量のね、うなぎが食べられて、大満足です。美味しかった。
まあね、やっぱりあのスーパーとかなんか頼んだやつって比較的ね、まあ美味しいのもあると思うんだけど、油がちょっと少なかったりとかね、まあお店なんかよりはやっぱりどうしても劣っちゃう部分はあるから、卵を乗せたりすると油が増した気がするから、うん、すごい美味しく食べれた。ぜひね、ご自宅でうなぎやるときとかはまあそのまま食べてもいいですけど、なんかねちょっとアレンジなんか加えて食べてみてもいいんではないでしょうか、ということで本日もご視聴ありがとうございましたと。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃねー。